世界中どこの国でも人間は自分たちの過去の歴史について知識をもっと深めたいと思うものです。そんな時役に立つのはどんな人でしょうか。考古学者だと思った方、正解です。考古学者は飽きることなく古代の集落を掘り返し、時に歴史の一大ミステリーとなるような驚愕の発見をするのです。皆さんこんにちは。今日はトップランキングではそんな発見についてご紹介していきたいと思います。興味が湧いてきましたか？それでは早速参りましょう。スキタイの水パイプ。皆さんはスキタイについて聞いたことがありますか？スキタイの人々は遊牧の民であり、今のイラン人の遠い親戚にあたります。古代においては現在、主にロシアとウクライナに属している黒海北岸から北東岸の広大な領域で暮らしていました。スキタイの人々は恐ろしく残酷な戦士で、その遠征軍はエジプトにまで達していました。しかしそれだけでなく、非常に器用な職人でもあったのです。世界中の博物館で、スキタイの武器、防具や宝飾品が今日に至るまで保管されています。スキタイの人はパーティーも好きだったようです。ロシアのスタブロポリ地方でロシアの考古学チームは用途不明の奇妙な形をした容器を発見しました。世界中の専門家がその正体について白熱した議論を交わす一方、世界有数のとあるマリファナ情報サイトに集まった愛好家は満場一致で一つの結論に達していました。古代の水パイプに間違いないというのです。驚くべきことに科学分析の結果、葉っぱ好きな人々の予想が当たっていると判明しました。容器の内側で見つかったのは間違いなく大麻の痕跡でした。スキタイ人はパーティー中に成功し、ドラッグを決めていたようです。その時ロックンロールがかかっていたかどうかまでは定かではありません。ホモフローレシエンシス。クロマニオン人よりも前に存在していた石器時代の人類について大多数の人は何を知っているでしょうか。学校の授業で普通習うのはアウストラロピテクスとジャワ原人、それからネアンデルタル人ぐらいでしょうか。実際にはもっといろんな種類の人類がおり、風変わりな化石を専門家が発見し、その分類に困ることもしばしばです。特に風変わりなのはホビットとも言われるホモフローレシエンシスでしょう。2003年、インドネシアで専門家が奇妙な骨を発見します。どうやら人類のものに間違いないのですが、その身長は1メートルもなく、脳の容量は400立方センチメートルでした。およそ6万年から10万年前に暮らしていたものと思われます。その化石の最も驚くべき点は、当時この地域で存在していたとされる人類の特徴に全く当てはまらなかったことです。もし本当に別の種の人類だったとすると、ではこの人々はどこから来て、いつ進化し、そしてなぜ絶滅したのかという問いが生まれます。もしくは、懐疑的な人が言うように、この化石は何らかの病気を持った人の亡骸だったとしましょう。そうすると、それがどんな病気だったのか、なぜこの地域の人だけに見られるのかがわかりません。しかもこの人々は、その病気を抱えたまま長い間存在したことになります。謎の歯。もう一つの石器時代の驚くべき発見は数年前にドイツでありました。古代ライン川の河床で発掘が行われていた時、マインツ在住の考古学者が発見したのは原始の人類のものと思われる歯でした。その歯の年代のことがなければ大したニュースでもなかったでしょう。なんと970万年前のものだったのです。その歯は当時ヨーロッパに存在していた人類のものではありませんでした。人間の祖先であるアルディピテクスの歯と一致するのですが、こちらは生息していたのがアフリカで、それも時代を下ることおよそ550万年前のことだったのです。ライン川の河畔で見つかったこの歯、本来の持ち主よりもほぼ倍も古い時代のものですが、一体どこから来たのでしょうか。アルディピテクスが時空間以上に吸い込まれたのでしょうか。それともアフリカが人類溶乱の地という考えが誤りなのでしょうか。もしかすると私たちは人類の起源について革命的な発見の瀬戸際にいるのかもしれません。オーウェンの山のモア。オーストラリアとニュージーランドは
膨大な数の固有種の住処です。そういった種は時としてそれまでの常識では考えられない姿をしているため、カモノハシなどは疑り深い人がその存在自体信じなかったくらいです。実はもっと物珍しい種がいたのですが、惜しいことに多くは絶滅したのです。その例がモアという大きくて面白い鳥で、なんと翼が一切ありません。モアは原住民であるマオリ族によって16世紀頃にはほぼ絶滅状態となりました。しかし1986年になって、そんな定説を覆すような発見がありました。オーウェン山の麓にある洞窟でモアの足が見つかったのです。その状態があまりによく、この足の持ち主はつい最近まで生きていたとほとんどの人が信じて疑わなかったくらいです。そんなセンセーショナルなニュースが世界を駆け巡り、生きたモアを見つけようと世界中の人がニュージーランドに押し寄せました。しかしあいにく専門家が流行る人々の熱狂をすぐに冷ましてしまったのです。モアの足は少なくとも3000年前のものであると判明したのですが、保存状態が非常に良かったのは発見された洞窟内特有の環境のおかげだったのです。とはいえ、専門家の解析結果に疑問を唱える人はいるもので、モアはまだ生きていてその辺にいると信じ込んでいます。もしかしてモアは身を潜めていて、ジェノサイドを仕掛けてきた人間に復讐を企んでいるとでも言うのでしょうか。ベネチアの吸血鬼。吸血鬼との戦い方を知っていますか？映画や本、ゲームで倒し方としてよく紹介されているのは、ポプラの木の杭や銀の弾丸、聖水や十字架です。民族史を紐解けば他の方法が見つかりますが、あまり一般的には知られていないようです。おそらく地味だからかもしれません。例えばウクライナでは、吸血鬼の墓にはポピーの種をまけばいいと信じられていました。もし蘇ったとしても、吸血鬼は種をすべて数えるまでその場から離れないと言います。イタリアでは吸血鬼になると思われた遺体の口の中にレンガを入れて埋葬していました。まさにそんな吸血鬼が2009年にベニスで見つかりました。その女性の遺体は16世紀に一帯を襲ったペストで亡くなった人々の集団墓地に埋葬されていました。おそらく60代から70代で、口にはレンガが入れられ数世紀が経過していたのです。この女性は何者だったのでしょうか。なぜ吸血鬼だとみなされたのでしょうか。もしかするとデマの被害者だったのかもしれません。それか、それまでの行いで不吉な人という評判をつい立ててしまったのが、パンデミックの時に悪い形で帰ってきてしまったのでしょうか。こういった疑問は少なくとも、タイムマシンが発明されるまで絶対に答えが見つからないものでしょう。ノルシュンテペ。中東、そして肥沃な三角地帯と呼ばれる場所は、地球で一番早く文明が起こった場所です。この地域で専門家は世界で一番古い都市群を発見しています。例えばギョベクリテペという驚くべき町は、現在のトルコにあるあたりに遅くとも紀元前9000年前頃に形成されました。これがどのくらい前のことなのか考えてもみてください。シュメールのジュグラトやエジプトのピラミッドが建てられた時から現代までの年数よりも、ギョベクリテペが成立した時の方が年数的に離れているのです。ギョベクリテペが専門家にとってあまりに衝撃的すぎたため、他にも注目すべき小アジアの都市はあるのですが、その影に隠れてしまったのです。例えばノルシュンテペです。紀元前4000年から3000年前に形成され、ギョベクリテペよりも新しいものの、ギザのピラミッドよりもはるかに古いのです。ノルシュンテペを作った文明は間違いなく当時にしてはかなり進んだものだったはずです。専門家は溶かした銅が称えられていたるつぼを発見しています。町の人々はヒ素とアンチモンの利用方法を知っていました。アンチモンは容器として、ヒ素は顔料として使われていたのです。ヒ素は有毒ですが、顔料としてはとても美しかったのです。町を作ったのはどんな人たちだったのでしょうか。一番可能性が高いのは、いわゆる新石器時代の農耕民です。暮らしていたのはイタリアからドニエプル川の海岸線にまで至る小アジアから南東ヨーロッパの広大な地域です。しかし、紀元前3000年をちょうど回った頃、現在のヨーロッパ人やイラン人、インド人の祖先にあたる
インド・ヨーロッパ諸国に征服されてしまいました。これにて今回の動画はおしまいです。ご視聴いただきありがとうございました。お楽しみいただけましたでしょうか？面白かったという方はチャンネル登録と SNS でのシェアをお願いします。それではそろそろ皆さんとのお別れの時間です。またお会いしましょう。さようなら。